シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。算数の動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、算数がですね、平均点が58点ということで、ちょっと低かったかなと思うんですけども、どうですか？そうですね、今回は低かったですね。ただ、そうは言っても、じゃあどうやってこれから、模試はやっぱりそう、得点もそうなんですけども、どうやって復習するかという一つの教材として、考えていただいてもいいかなと思うんですよね。で、まず、四角二の括弧一、括弧三、括弧四ですよね。ここの正答率が異常に低かったかなと思うんですよね。循環小数っていうんですかね、括弧一番は、同じ、あれが周期にどんどんなっていくので、その周期を見つけて答えていくというところで、ここはできてもいいかなって言ったところと、あと、括弧3番ですよね。3分後に割が入ってないので、0.035、あとはキログラムですよね。キログラムがグラムに変換してるっていうところですよね。だからまず、12キロをまずグラムに直してから、0.035をかけてあげればよかったかなと思いますね。で、カッコ4ね、これ小6になっても正答率が低い場合がありますので、必ずここは、抑えていってほしいかなと思います。なので、今回1、3、4できなかった受験生の方は、ここはね、間違いなくね、復習をしていただけるといいかなと思います。あと、四角3のカッコ1とカッコ、数の性質なんですけれども、3桁っていうことは999、ですよね。だから100から999までですよって言ったところで、もしかして5で割り切るのは、引くときに100割る5で20で引いちゃってる、受験生の方ももしかしているかもしれないので、99割る5でやってください。で、999割る5で引いていただけると、ここはもっと解けるかなと思いますので、そこら辺、数の性質に関してのこの括弧1と、括弧1は、少なくともできるように。いただけるといいかなと思います。で、あとは四角7番ですよね。四角7番で、75点を取るためには、今回あとテストは何点必要ですか？だから今回のテストは30点しか取れなかったから70点なので、平均点がもうすでに75点って書いてあるから、45点だよっていうふうに書いていただけると、できたかなっていう問題なので、この四角7の括弧1、括弧2は、おそらくこれはすぐできるかと思いますので、ここのできなかった受験生は、ここも必ず復習していただけるといいかなと思います。あとは四角八はね、ちょっと楽しむっていうか自分でこうやって書きながら、規則を見つけていくというような問題なので、一回でここはできるできなくてもいいから自分で書いてやっていくと意外とここは面白いかなと思いますので、ぜひ括弧1番でも、括弧2番でもやっていただけるといいかなと思います。私の方は以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。今、立江さんが言われた感想っていうのは、もう少し取ってほしいなっての問題になると思いますので、ここ間違ってしまった方は、必ず復習していただきたいっていうのと、今年の入試問題で比較的多かったのは、四角8番の問題みたいな、条件整理をしながら手を動かして解くっていうような問題な。ね、これは条件を整理して、そのままこう操作していくっていうようなことで求められる問題っていうのが、多分四角8番の括弧1とか、ちょっとやっといてもらいたいなと思います。6年生に向けてです。訓練っていうところで、ちょっとここはやっといてもいただきたいところだなと思います。これも最近ちょっと流行りの問題じゃないのかなと思ってますので、ぜひやっといてください。では、算数の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。